それではエクササイズの1を弾いてみたいと思います。ここではまず E9th というコードですね。薬指で、1、2、3、4は全部押さえちゃってます。そして半音下からスライド。でその後に小指で1弦の9フレット。でこの後に単音カッティングになります。こういう形で、余計な弦が一切鳴らないように、ちゃんと単音の時にはね、この左手でミュートをしっかりする。で、あとはスライドとかこの指の足し具合、この辺りもね、絡んできますんで、まずはゆっくり弾いてから、早くテンポがね上がってもついていけるようにしてみたらいいかなと思います。それでは、リズムに合わせて弾いてみます。